町長の大谷宗吉です。町民の皆様へお願いをいたします。現在町内2つの介護施設で発生したクラスターに対応するため、福島医大の感染制御支援チームや災害派遣医療チームが現場で感染対策や医療調整に当たっています。何としてでも感染拡大を食い止めるため、町民の皆様一人一人自分自身が今できる最大限の感染対策徹底をお願いいたします。